まあ、そういうクレームって絶対出してくるもんな。その、なんだっけ、プライズのさ、結構多いでしょ今。だけでもない。ああ、そんなもんだよな。よっ、そうだ、調子になるのか。何もそういうのって、マスクこの間できた人に対してはもうそこを完全払い。とりあえず、なんか配るみたいな、あげるらしい。無料で、うん、あ、無料なんだ。うん。うん。人によっては来そうだよね。それやったんだ。やばいっていうか、無理じゃねえのそれ。ねえ、基本的にだったらね、オフしようって思うけどね。バレるっていうか、番組的にもやばいんじゃないのそれ。最終回だから何でもあるから。それをやったのが去年なのか今年なのかじゃない、その放送。昨日ほら。あ、最終回なのにプレイバックだったの。リバルでもなんだろうな。なんかあれみたいな感じのやつ出てから一気に冷めたというか、つまんなくなって。うん。何を見せられてんだろうみたいな。いや、そういうの 見たくねえしみたいな。知らないよ。いや、金魚なのがわかるけど、金魚で頑張ってみたいな。何を見せられてんだろうと思ったの俺。うん、あれは本当つまんなかった。だって面白くねえんだもん、あれ。苦情多かったね。苦情多いっていうか、それで、どうなんだろう。運動生活大変なんだろう。電卓の角のもとに、貴様の国よ、闇を打ち払え。ガラスっぽかったよね、あれ。まあ、綺麗事を言うんじゃねえよ、さ、それまでだけど。この人たち誰なのみたいな。まあみんなボンビーガール出てきた誰なのか
どうでもよかった、あれ。このままで。いや、一視聴者の意見。あ、ツイートしたという選択肢。番組出たフォロワーさんのみんな届いてる。うん、本当に向かってるんだろうって。UFO で大変だなっていうのをアピールする番組です。それかいい物件ありますよ。